皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。情熱大陸、今回はファミリーホーム養育者、広瀬貴子さん編の、見た感想を紹介したいと思います。ファミリーホーム養育者ということでですね、生みの親と暮らせないですね、事情のあるお子さんを、お家で、まるで家族のようにして、育てている養育者ということで、ちょっと情熱大陸っぽいイメージの職業ではなくて、なんか違う形で特集した方がいいんじゃないのかなっていうのはあるんですけれども、ただ、情熱大陸で、こういうものを挙げることによって、その家族の問題とか子どもの問題に、関心を持ってもらうっていうのは、非常にいいことなのかなと思うんですけれども、しかし、これは本当に何ていうか難しくて、ここのね、広瀬さんっていう方は、もう73歳になるんですけど、もう本当にその素晴らしいというか、テレビでね、取り上げられてるぐらいだから、そうなんでしょうけれども、で本当に素晴らしく、うまいことね、その赤の他人であるお子さんをうまいことね、育てて、いろんな、もう何人も送り出して、成人している方もね、送り出しているという、素晴らしいところなんですけれども、とはいえ、やっぱりこういうのを見ると、やっぱりそのね、こういう場所がやっぱりね、年々必要になっているっていうところもある反面、こういうところの当たり外れによっても、またそこのお子さんの成長も変わってしまうしっていう問題もありますし、で、そもそもね、この広瀬さんという方、本当に素晴らしい方ですけども、73歳っていうことになると、じゃあこの方が亡くなったらどうなるのかっていう問題もありますし、非常に何ていうか複雑だなっていうことを思うんですけど、何ていうかね、その無責任な親っていうのは、どうしても発生してしまうって、それをどうするのか。で、本当に逆に言えば、こういうところに行けるお子さんはもしかしたら幸せかもしれなくて、もうとんでもない親と一緒に暮らさざるを得ないようなお子さんもいるわけで、多分なんていうか、その、ね、本当にこの情熱大陸から思うことですけれども、その子供を育てるっていうのを親任せにしていいのかどうなのかとか、その何でもかんでも、ね、そのこれはちょっと言い方は難しいですけれども、何でもかんでも誰も彼もが子供を産んでもいいのかどうかって、もちろんどんな完璧な親っていうのはいないわけで、ね、立派な社会的地位を持ってる人だって子育てがね、ダメなのかもしれないですし、虐待してしまうかもしれないしっていうのもあるんですけど、やっぱりなんていうか、その社会の構造とか時代の変化と家庭への負担とか社会の枠組みの中で、その親の当たり外れによってお子さんの人生が変わってしまって、でも結局そういう、その別に連鎖をするっていうわけではないですけれども、やっぱりそのね、変な親に育ったがために、非行に走ったりとかっていうこともあるわけで、やっぱりなんていうか、その、情熱大陸でね、こういう方を取り上げるっていうのは、まさに、こういう問題を考えるきっかけになるからっていうことなんだと思うんですけれども、なんかその子供を育てる枠組みっていうのを、なんていうか変えていかないと、なんていうかね、本当に不幸な子供が出てきてしまうんじゃないかなっていうことを、感じさせる番組ということで、ぜひですね、情熱大陸っぽい感じではないんですけれども、そのね、子育て問題とか親子問題、家族問題、社会問題という意味でですね、ぜひ、このファミリー養育者広瀬貴子さん編の、見逃し配信1週間ありますので、それ見ていただけるとですね、いろいろ、感じるところは多い、内容なんじゃないかと思うので、ぜひ、ご覧いただけるといいんじゃないかというふうに思います。